最新雨情報です。内藤さん、東日本の太平洋側、関東などはこの後も強まるタイミングがありそうですね。はいはい、お昼過ぎにかけて関東南部、それから甲信南部と静岡、このあたりで雨の強まるところがありそうです。はい、現在の状況をご覧ください。西から進んできている大きな雨雲とは別に、関東付近でも雨雲が発達をしています。 関東の南岸にあるスケールの小さな前線、シアラインの北側で発達している雲なんですけれども、この直下からは皆さんからもですね、かなり強い体感の雨の報告をいただいております。直近1時間までの降水量、特に全国で見ても多くなっているのは、 関東地方や山梨県といったところですね。はい、1>, 1時間に10ミリから、場所によっては20ミリ弱程度の降り方になっています。雷は伴っていませんが、 お昼過ぎにかけてこうした強い降り方となるところがありそうですし、さらにその後も降り方は多少弱まっても、明日の明け方にかけて雨の残るところが多い見込みです。はい、はい、この後の降水の移り変わり見ていきましょう。はい、関東付近にある発達した雨雲、次第に西へと移っていきます。 えー、西日本の南海上にあるもの、これは等身するんですけれども、関東付近から山梨、静岡のあたりにある部分はですね、だんだんと西側に移っていくような形ですね。はい、両者が重なり合うお昼過ぎ、午後3時頃にかけて降り方強まるところがありそうです。えー、南の低気圧本体の雨雲が抜けた後は次第に えー、この降水のエリア、分散していく形なんですが、やや強いエリアはさらに精神して、長野県南部や静岡県の西部の方へと移りつつ、徐々にばらけていく。そして、えーまあ、弱い降り方ですけれども、明日の明け方にかけて残っていくような形です。明日の日中はお天気回復へと向かう見込みです。はい 東日本の太平洋側関東などを中心にこの後も本降りな雨となりそうです雨対策をしてお出かけくださいまた最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認いただけます